どうもポンシラです。今回は久しぶりにバカ野郎悟空を使っていくんですが、今回はこのイベさんの悟空と組み合わせて使っていこうと思います。このキャラは面闇で自身の手札の射撃アーツを必殺アーツに変換してくれるということで、バカ野郎悟空とかなり相性がいいと思うんですよね。パーティーはこんな感じで、ユニゲで必殺を持ってこれるウルゴジ君もいますね。それではやっていきましょ。さあ来ましたね、お相手さんはめちゃめちゃいかついパーティーが来ましたね。これは青の色が全然刺さってないんでちょっときつそうなんですが、頑張っていきましょう。さあよろしくお願いします。まずは離れましょう。打撃剣振って、打撃剣振って、さあ打撃圧を消化したい。ずらして、お回避見たやつね、回避見て通常押しといて、いやこれ椅子あるか、あぶね、こっちかぶせて、オッケー、すごいことするねお相手さん、とんでもなく怖いことしてくるね。さあ打撃打って射撃圧引いてほしい。特殊か、さあ特殊消化しちゃって、射撃圧オッケー、射撃圧引けたら、さあとりあえず今有利属性なんで、おい必殺圧おい、え待って、これえこれ極ベジ方が最強じゃね、普通にこの企画に対してもう何もできないんだけど、これどうしようこれ、必殺ウルゴジで受ける、いやただウルゴジにキャラチェンしたくないよ、いやもうこのまんま受ける、勇気で勇気で受けていって、オッケー、さあ変身全然オッケーじゃねえ、いやもうとりあえず、いやもう無理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 、キャラチェンしよう、ちょ待って、これ助けて助けて、誰かこの手札助けてください、あー助けて助けて、通常押さえして、通常通常通常押さえさせてください、お願いします、ありがとうございます、お願いします、あー死にます、もうクイックアタックで死ぬんで近づきます、あー死ぬ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 死にますね、とりあえずかぶせ、おいもう勝てないよ、もうマジで無理、どうしよう、誰この企画考えたの、怒るよ、回避見て必殺打とうと思ったんだけどね、回避見て必殺打ちたいんだけどね、あーこれは打てないね、バニがないからね、俺に任せろ、やめてまあまあまあそんな日もありますよと切り替えていきましょう。さあ来ましたね、お相手さんはなんかウルトラゴジブル君だけがめちゃめちゃ強そうなパーティーが来ましたね。さあよろしくお願いします。オッケー、射撃たくさんはとてもいいよ、打撃剣に打撃合わせて即圧、回避見て圧、回避もしちゃうよ、まあまあまあしょうがない、まあウルゴジブル君はじゃなくてウルゴジ君は回復できるんで、まあ全然このまま受けていきましょう。さあ、ああ俺の大事な射撃圧どっかやんないでよタピオカちゃん、特殊切ってヒット確認いきましょう、と出た、くらえ、なるほどなるほどですね、素晴らしいお相手さんですね。さあ打撃圧をとりあえず消化したいんだよな、ウルゴジ君ですんごい痛い、噛み合ったら死んじゃう、打撃剣振って打撃剣振って OK、 これも結構揃ってきた、もう一回打撃剣振れたらオッケー、まあ、とりあえず一発ぶち込んどくか、さあ必殺とりあえずぶち込んどいて、いいよ、さあ変身していって射撃圧ください、うまた必殺圧持ってきたよ、うわ単発止め、バカ野郎は決まんないと、オッケー、射撃はしっかりカウンターしていって、さあ強いよ、いいよとてもいいよ、オッケー、打撃圧にしっかり合わせていって、ナイス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 、バカ野郎無双始まっとる、通常しておいて、さあメインも切っちゃいましょう、圧、俺はスーパーサイヤ人トン悟空だ、うわ何してんだ、オッケー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 、いいぞバカ野郎無双始まっとるぞ、すごくいいぞ、あそんな演出ありましたねタピオカ君、おお降参されました、いやこれは完全にバカ野郎のカウンター必殺が輝きましたね。まあお相手さんのアビがあんまり噛み合ってなかったってのもあるんですが、めちゃめちゃ火力出てましたね、対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんは左さん固定の劇場版編パーティーなのかな、これは極ベジ4とか出てくるんですかね、さあよろしくお願いします、まずは離れましょう、時間を稼ぎましょうか、単発で押さえておいて特殊切って、うん居座るか、居座ろう、これキャラチェンしたくない、打撃に打撃合わせて OK 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 OK、 いいよ OK、 全部全部射撃になった、いいぞ、単発で押さえてメイン切っちゃって、メイン切れなかったね、メイン切っちゃって、さあバカ野郎も変身していって、さあこっからもうお相手さん何もできません、見ててください、
お願い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 、あ、入れ込みや。もう無理や、勝てないぞ。打撃圧ないんだもん。ちょっと打撃圧1枚くらい残しとけばよかったな。これタックル回避いってずらして、あ、死ぬ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 。おー、ありがたいありがたいありがたい、すごくありがたい。うわ、入れ込みなんだよな。うわー、終わった。いや、終わってはないな。いや、まだバカ野郎とウルゴジブリ君が残ってれば全然ここからでも勝てますね。 OK、 射撃ください。お願いします。本当に本当に本当に一生のお願い、お願い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 。全然くれない。これに任せろ。タックル回避いって、お、これ打てないんだって、打てないんだって。切れ込み、うわ、射撃から打ってきた今度は。おー、やったやったやった。よし、バカ野郎決めていいって。最速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 ボット交代ムーブかぶせるよ。あー、めはめ最悪、もう PS はちけた。いや、大丈夫大丈夫、面切ってくるかな。タックル回避いって、2連回避 OK、 最速取れ、手落としていくと。面切っちゃうか。終わりだな。お、必殺圧どっかやんな。居座ろ。射撃搭載単発で抑えて、お相手さんも場にないよ。おい、大事な手札がどっか行っちゃったね。射撃撃って操作してくる、単発で抑えて、オッケー、いいよいいよ、これ勝てるよマジで。色めっちゃいいよ。射撃消化、打撃屋にタックらわせてずらして、オッケー、ナイス。俺カバチェンはしてこない。つすごくいいね。バカ野郎出すか。俺に任せろ。ふわ、怖い。お願い、うわ、仲良くしようや、俺たち仲良くしようや。撃ってくるんかい。これは怒ったな。マジ何も見えないんだってことあるんですか。ちょ、マジなんだこのゾロ試合。クイックアタックで削っちゃうよ俺。打撃屋にタックらわせて突っ込んでずらして、オッケー、ナイス。俺必殺で落としていく。神神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 神、バカ野郎最後決めて終わるよ、最後決めて終わるよ、バカ野郎決めて終わるよ。タックル回避、突っ込んで、うわマジか。大丈夫大丈夫、あ、お祈り決まっちゃった。よし、これは必殺で勝ちですね。あ、もうごちゃごちゃでしたねこの試合は。まあ、バカ野郎悟空の必殺は何発か決めれたんで、よしとしましょう。対戦ありがとうございました。ということで今回はイベさん悟空とバカ野郎悟空を組み合わせて使っていきました。いや、必殺圧がありすぎて逆に使いにくかったですね。まあ、お遊びで使う分にはめちゃめちゃ楽しいパーティーなので、ぜひ皆さんも気が向いたら使ってみてください。それでは今回はこのくらいで終わります。では、射撃ちょうだい。うわ、単発止め、決まんない。なんですか、あ、俺の大事な必殺圧、お前どっかやんなよ。